普通戦闘機の飛行速度通常、トップが射撃し、三段山に同時に弾着させます。はじめに203ミリ自走榴弾砲の集中射撃をご覧いただきます。新たな任務を与え、16式多目的誘導弾ヤンヤマ下戦車撃て。黒い標的です。マルチコフスキー軽対戦車誘導弾3の台右戦車線タイプ締め準備よし大命中撃ち方目標は赤の台です。それでは35ミリ機関砲による射撃をご覧いただきます。今日は3の台です。観測する観測ヘリコプター OH-1 が侵入してきました。この AH-64D は通称アパッチと呼ばれ、30ミリ機関砲、対戦車ミサイルヘルファイヤー、ロケット弾および空対空ミサイルを装備し、精密で強力な火力により主に敵戦車などを撃破します。
それでは30ミリ機関砲の射撃をご覧いただきます。目標は二の台です。こちらパッチ、二の台に装甲車確認、射撃する。目標二の台装甲車、800、発射用意。発射。こちら戦車中隊長、命令を補足する。3小隊は左両線に進入し、3の台から5の台を警戒。4小隊は右両線に進入し、4の台から6の台を警戒せよ。こちら3小隊了解。こちら4小隊了解。それでは射撃をご覧いただきます。はじめに右両線の小隊が、続いて左両線の小隊が射撃します。目標は4の台右です。大きな音がします。ご注意ください。Fire!